プロマビア F1300 ジェットスクワルス1988年のファンボロー国際航空ショーに展示されたプロマビア F1300 の試作機プロマビア F1300 ジェットスクワルスはイタリア人のステリオフラティが設計しベルギーのプロマビア社がベルギー政府の援助を受けて製造したターボファンエンジンを装備した複雑の小型練習機であるジェットスクワルスはフラティにより 初期の軽量ジェット練習機の F5 トレントと F400 コブラをもとに設計された。本機は引き込み式硬着装置を持つ型持ち式の低翼単容器であり、搭載するギャレットトフ109から1ターボファンエンジン用の吸入口は主翼の付け根にあった。主翼仮面には武装訓練用に4箇所のハードポイントを備えていた。登録記号アイスコールの試作機は 1987年4月30日に初飛行を行った。1986年に、米国の類似機種、フェアチャイルド T-46 練習機の開発が破棄されると、ドフ109エンジンの開発も中止され、ジェットスクワルス用の代替エンジンとして、ウィリアムズ FJ44 が計画された。試作初号機は1988年9月の、 ハーンボロー国際航空ショーに展示されたが、プロジェクトは中止されて1998年にプロマビア社は倒産した。飛行しなかった試作2号機は航空会社のパイロット訓練向けに回収される予定であり、未完成の試作3号機は余圧式コックピットになる予定であった。ジェーンズ・オール・ザー・アルズ・ウェアクラフト1993-94ありがとうございます。